寒いよ。寒いとさ、腹も痛くなる。腹巻きしない、腹巻きしようかな。腹巻き持ってるんだよな、3枚。彼女と一緒に寝てるから寒くない。楽しいかお前。そんな、なんか全然お前の彼女の話してないしのにさ、全然パートナーとか恋人の話一切してないのにさ、隙をついてさ、彼女と寝てるから寒くないや。楽しいお前それで。まあ、それでね、嬉しいんだったらいいよ、いいけどさ、哀れだよあうちは。哀れだよ。やめな、嘘はダメだよ。嘘はダメよ。嘘は嘘やってみんなにマウント取って楽しいのかもしれないけど、嘘はダメだよ。嘘つかずにみんなに誇れる人間になりなさい。お母さんいつも言ってるでしょ、自分がこう言わなくてもいてくれる環境になるような、そんな人間になりなさい。ママ帰ってきた。ママ帰ってきた。帰り。両親ともに帰ってきた。ちょっと小声で喋っていい？隣にいるんだわ。ちょっと小声で喋るわ。どっちも帰ってきた。二人で出かけてたのか。いつも私がいないときに二人で出かける。なんで？私も一緒に連れてってほしい。なんで二人で出かけるの？寂しい。寂しい。一緒に連れてってほしい。呼んでほしいんだけど。二人の邪魔するな。お前なんなんだよ。娘ぐらいしか邪魔できるやついないだろ。家出れば、じゃあお前が家借りてくれよ。家借りれねえんだよ。会社建てないと家借りれねえんだよ。お前が借りてくれよ。じゃあ。2割払ってやるから。配信家にするから借りてくれ。借りれないんだって家、マジで。何がダメなんだよ、子供場の。別にいいだろ、子供場で。ママも、あたしが好き。あたしもママが好き。それでいいだろうがよ。何がダメなんだよ。いいだろ。あたちも親離れしたくない。親も子離れしたくない。それでいいだろうがよ。ていうかね、この前アンケート取った時ね、子供自立はね、獅子王国が子供自立ね、5割って知ってるんだよ。半分が実家にいるの。ま、言えるか？言えるんか、お前。お前が実家出ろよって言ったらな、獅子王国民の5割を敵に回したのも同然やぞ。半分はお前の敵やぞ。2万人がお前の敵やぞ。言っとくけど。あ、腹痛い。腹痛い。腹痛い。もう配信終わりたい。お腹痛い。お腹痛いよ。